司法世界の王は、定金神事による日本の小説作品。イラストは、キー・タカシ。司法世界の派遣と真意をめぐる物語で、副題は、古代オリエント幻想創世紀。古代メソポタミアを舞台としたファンタジー要素を取り入れた、時代小説。講談社ボックスの企画、タイガノベル2009として、2009年1月から12、ヶ月連続刊行予定だったが、 第4巻まで観光した時点で著者の体調不良を理由に一時休止。2010年6月に第5巻が発売され、観光再開した。大幅なボリュームアップに伴い、観光ペースは不定期となり、観光数は全12巻予定から全14巻予定へと変更となったが、2015年8月24日付の著者ブログでシリーズ打ち切りが発表された。音。 高市の作画で漫画化されたコミカライズ版は月刊少年シリウス2009年12月号から2011年11月号まで連載された後長期救済となり2014年4月から6月まではウェブサイト水曜日のシリウスにて連載された。前後間、紀元前18世紀頃の有力国のおおよその勢力範囲一つの天空に三つの太陽は輝けない。 母と二人、つつましく生活してきた、少年、ナムル。ある日、シャズという不思議な少女に出会い、心を奪われる。特別な存在でなくてもいい、利用されてもいいから、側にいたいと感じる。共に、神のかけらである、マルドゥークの1、50を所持する二人は、オリエントの派遣と真意をめぐる争いへみを投じていく。物語の舞台となる国及びその中央に位置する都市。 アッカドの治癒数の大都市。名前は神の門に由来する。ウルと並ぶ規模の都市になりつつある。人口約20万の商業都市。バービルムの北に位置する大国。傭兵シャムアダドによって戸が落ちた。国土は広大だが、普段は北方の山岳民や蛮族の侵入の攻防に防殺されるなど、国力はラルサに遠く及ばない。地方世界の東側。 アシュールの隣国、移民族との貿易で豊かになった。重心の間に派閥があり、会議での議論は意見が衝突して、いつも行き詰まってしまう。バービルムの南に位置する大国、漫画、ありがとうございます。